並みのチーム管理術に、やばいあだ名がつく。言いにくすぎるだろう。中日スポーツより、9年ぶりにリーグ重賞一番乗りを果たした立浪優の快進撃。2年連続最下位から上位を狙う立浪優のチーム操縦法。立浪のミックス、2波3本の矢がある。1本目はフロントと一体となった中田獲得。2本目は内野の堅実な守り。3本目は対等マネジメントとなる。立浪のミックス。言い難くて草。立浪ミックスじゃダメだったんか？読み方、立浪ミックスじゃねえの？ノミックスで経済を示すんだから、立浪ミックスじゃわけわからんだろ。巨人なら、アベノミックスやん、すごくね？アベノミックス、放置が首位に立ったら使えそう。そもそも、3本の矢、で表現成り立つ。センス皆無で草。立浪のミックス、語呂悪いから絶対に流行らん。ノミックス？エアプオッツ、経済効果は1年目から出てたぞ。ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。